はい、じゃあ続いてアイシャドウが終わりました。じゃあ次にこのクリームペンシルライナーを使って、目元を甘めに仕上げていきたいと思います。まずこれね、茶色ですごいね、はい、今人気があるんですよ、はい、これちょっとまあチョコレートにちなんで茶色ですね、はい、でこれクリームペンシルライナーなんで柔らかくて目に描いても全然痛くないんですね。だから今日はこれを使いますね、はいはい、ちょっと目つぶっててください。はい、目つぶっててね。まずこの目の際ですね、こちらもちょっと向いてあげた方がいいかな、はい、目のこの本当の際際にスーッと、まあ、やや細くね、なんか柔らかい、ね、痛くないでしょ、はい、痛くないです。そうなの、痛くないので、すごいね肌にも馴染むので、ブラウンなのでいい色なんですよ。すごいこのぐらいな細さで入れますね。目開けてみて、ちょっと見てみてください、はい、そう、自然じゃないですか、ブラウンだし。本当ですね、そんなに濃くないというか、あの太くも描いてないので自然なんですけど、はい、はい、上向いてください、はい、ここから下をちょうど真ん中ですね、このまぶたの真ん中まで入れます。こういう風に入れていくんですよ。はい、こうやって入れて、普通ここで終わりなんですよ。で今回はポイントでちょっと甘めに入れたいんで、ここのね目尻の下のところをちょっとペンシルを、ここ細い時って立てるんですよペンシル。だけどこの目尻ってちょっと太くしたいので、今回ペンシルを寝かせるんです。寝かせてちょっと幅を出して、目尻から目頭にかけて細く仕上げていく。ここ寝かせて立てていく、わかります？シューって、そうすると甘い目になるんです。どうですか、目を囲んでるだけだと すごい強い印象なんだけれども、ね、はい、そういう風に描いてあげることで幅が出て目が甘い目になるんですね、はい、すごい。ちょっとねまっすぐ見てあげて、はい、あのカメラほら違う、違うよね、はい、違うの分かります、すごい違う、あ、全然、はい、うん、気に入りました、え、すごいなんかおすすめ あの甘い目に、うん、なる、うん、あの描き方とかありますか。あ、そう、まさにこれでね、はい、うん、はい、ちょうど普通って目をこう、あ、ちょっとこっちに描いてみようかな、はい、目つぶってみて、さっきこちらと同様なんですけれども、ちょうど目尻からあの目の際に沿って自然に描きますね。痛くないんですよこれ、本当に柔らかいんでね、はい、でそして上向いてもらっていいですか、はい、これをこういうふうにあのペンシルを少し立てて目の半分まで入れます。普通アイラインでこういう風に入れちゃう、うん、見てください、こっちとこっちの違いってすごいあるんですよ、はい、分かります、はい、うん、こっちです、ね、そうですね、はい、ほらこっちちょうどね、ごめんなさい、こっち、うん、こっちの方がちょっと目が少し垂れて見えて、こっちの方がキリッと見えると思うの、ここがスッと上がって見えるから、うん、うん、あ、本当ですね、うん、はい、なんだけど今日はバレンタインでも近くて、はい、こう甘い感じでこう彼にアプローチしたいので、うん、少しここを、うん、はい、このブラシを寝かせて、はい、上向けますか、ちょっと寝かせてこのペンシルで幅を出しながら徐々にペンシルを立てていく。この、ね、目尻にちょっと太く入れるのがポイントなの今回。あ、かわいい泉ちゃん、ちょっと目が丸くて可愛いから、はい、なんか甘いメイクがすごい似合いますね。あ、本当にどう、はい、甘いメイク普段こうやってやります？いや、そうですね、ここまでなんか、うん、ちゃんとやってないです。あ、そうなんか甘いあのメイクとかすごい憧れてたので、うんうん、はい、ちょっとやってみます。これね、これから黒だとこうならないんですよ、はい、あ、結構黒だとね描いたって感じになっちゃうんだけど、このブラウンがいい味を出していて、うん、自然に馴染む感じに仕上がってるんですね。じゃあ最後にこの目元の仕上げはやっぱりこれですよね、ラッシュエキスパンダーフレームプラスの BR666 のマスカラです。これねちょっと出してみましょうか、はい、ほらアリさんがいるの、かわいい、見えるのかな、アリさん、ね、これ出してみます、はい、これもねチョコレート色なの、なんか本当チョコレートみたいですね。そう、美味しそうでしょ、はい、美味しそうです。でこれはねここのブラシがねこうちょうど浅い方と深い方とあるんですよ、うん、はい、まず浅い方で根元につけて、こっちの深い方で毛先を溶かすんですね、うん、ちょっとやってみますね、はい、はい、じゃあここ斜め向いててください、はい、まずこの間もねお教えしたんだけど、
根元をギザギザギザ吸う、ギザギザギザ吸う、ギザギザギザ吸うってやって、このブラシの方で、はい、溶かし上げます。ブラウンのマスカラって使ったことあります？普段使わないです。ああ、はい、じゃあ今日ちょっと顔見るのが楽しみですね、はい、じゃあもっとつけちゃおう、はい、結構ねブラウンって失敗がないからね、いいんですよ、うん、なんか柔らかい雰囲気になりそうです、うん、そうそう、はい、でだんだんこうついてきて、あ、乗らなくなってきたなと思ったら、スーッとブラシをこう引くような感じで自然にやっていきます。すごいボリューム出てきました、このねマスカラはボリュームが出る、はい、っていうか長さが出るマスカラだから、はい、あ、すごいつけまつげみたい、かわいい、見えるかな、はい、見る、見て見て、はい、あ、すごい、え、全然すごいよね、すごいね、いつも、はい、あのマスカラベースつけてるって言ってたけど、はい、全然1本でいけますね、全然1本なのに、はい、すごいボリュームだね、はい、かわいい、あ、なんか泉ちゃんの気分が上がっていますねはい、なんか茶色が本当新鮮でしょ、そう、じゃあ下もつけちゃいましょうかね、下も、はい、上向いてください、はい、ジグザグしてつけちゃおう、すごいね、すごいボリュームが出てる、でもすごいブラウンだから自然、そうですね、うん、なんか黒で結構つけちゃうと、うん、やっぱり濃くなっちゃうので、うんうん、茶色いいですね、いっぱいつけても、うんうんうん、これね、すごいんですよ、すごいね、今人気があって、こう品切れてるところもちらほらあるんで、気になる方はぜひ買ってみてほしいなと思います。あ、すごい、見て見て、はい、目が全然違うの左右がね、こっちがつけてる方でつけてない方なんですけど、全然違いますよね、自分で見てどうですか？はい、あ、全然違いますね、はい、なんかこういうことでたくさんなんかこうちょっとした工夫でいろいろ、はい、ちょっと見てください、はい、ね、はい、メイクが楽しくなりますから、質問とかどんどんツイートして見てくださいね、答えられることはいっぱい答えていきたいと思うんで、はい、じゃあこうやっていっぱいつけていきます。でね、こうちょっともっといっぱいつけたいなっていうところ、上から解いても OK、 あ、そうなんですね、そう、さらにいっぱいつくんだよ、知らなかった、知らなかった、はい、はい、上見て、はい、そうなの、こうやってね下もつけてあげるとより可愛くなる、下にねマスカラがたくさんついてると、うん、より甘い顔になるので、うん、そういうふうなつけ方もいいですよ、はい、はい、どうですか、かわいい、うん、ね、いろんな秘密がたくさんあるので、うん、どしどしツイートしてみてください、質問受け付けてますので、はい、じゃあ、次にチークをつけてみましょうか、はい、はい、これちょっとかわいいでしょ、これコンパクトに入ってます、はい、よいしょ、はい、今日はこちらのチークを使っていきたいと思います。チークカスタマイズの PK333 を使っていきますね。じゃあこれをブラシにとって、こっちの方がパフデチークよりも少し色がなんだろうね、ピンクの色がはっきりしてる感じがするんですよね、はい、でこれを、はい、こないだお教えした、あ、そう、ニコって笑って、はい、この間ここからここの半分が一番理想だよっていう話をしてたんだけど、今日は、泉ちゃんは鼻先からこの耳のタブからこうビューッと引いてきた、この辺だなっていうのが分かるので、そこは起点に笑ったとこちょうど高いとこなんで、はい、そこにつけていきます。丸くね、自然につけましょう、はい、あ、ちょっと鼻についちゃう興奮余って鼻についちゃう、はい、はい、じゃあここにつけていきましょう泉ちゃんいつもチーク結構つけてません？そうですね、結構濃いめが好きで、うんうん、ね、つけてるとおっしゃってましたよね、はい、あ、なんかこのチークつけると、あ、泉ちゃんになってきたなって感じがしますねあ、でもこのピンクすごい可愛い、あ、なんか使ってるってさっき言ってましたよね、そうなんです、すごい発色いいんですよ ね、 いいですよね、だからいいよね、あ、でもすごい、はい、使ってます、あ、可愛い、なんか甘い顔にもうすでに、はい、なってきてる。じゃあ最後にこちらですね、ハニーポンプグロスネオの PK242 をつけていきましょうか、はい、なんかプルプル、うん、
な、なんか唇を保つなんか秘訣とかあったら教えてください。うん、じゃ今日は、はい、あ、そうだ、ちょっと忘れ物してた。はい、ね、あ、これこれ。見て見て、これ知ってます？ハニーポンプリップエッセンスってあるの。うちでもすごいね、人気のある商品なんですけど、はい、これちょっと先につけちゃおうかな。あ、はい、あの今、質問が来たから。これをつけとくと、はい、あのよりプルプルになりますよ。ハニーの力で。蜂蜜？蜂蜜ですね。はい、いい匂いです。これをたっぷりつけて、これだけでもね、あ、すごい匂いがするでしょ。はい、あ、すいません。はい、これぐらいたっぷり、はい、ちょっとなんか柔らかいの分かりました、はい、つけてみて。食べてみそうです。そうそう、少しね、あのグロスより柔らかいんですよ。はい、でそれをつけて、最後にさっき説明した、ちょっとこれ急に私が持ってきちゃったからあれだったけど、このハニーポンプエッセンスを先につけて、次にハニーポンプグロスネオの PK242 をつけます。はい、はい、さあこれをたっぷりつけたらツヤツヤの唇になりますね。はい、楽しみ。普通のグロスもいいんだけれども、はいはい、あのこういうふうにちょっと下地としてね、うん、あのつけてあげておくとよりプルプルっとして、うん、なんか可愛くないですか、はい、なんかこうジューシーな唇っていう感じで憧れますね。可愛いんですよ。あ、なんかすごい可愛くなったと思うんだけど、あ、もともと可愛いんだけどより可愛くなった気がする。よいしょ、どうだろうな。ちょっとここマスカラがねついちゃってるから取りましょうね。マスカラはもうついたらすぐ取った方がいいです。あのウォータープルーフなんで、はい、取れなくなっちゃうんですよ。あ、そうですよね、ちょっと時間経つと、はい、よいしょ、取れたかな。はい、どうですか、完成しました。でもその完成の前に、はいはい、そうなんで、うちはこのメイクの仕上げはマジョロマンティカ。へー、え、なんかすごい可愛い色とか、うん、はい、見たことあります？使ったことは？あ、使ったことはないです。ない、はい、じゃあ今日初めて、はい、初体験、はい、じゃあぜひ使ってみてもらえません？はい、あ、はい、うん、はい、すいません。これね、はい、開けて自分のここの動脈通ってるとこにこうやって、あ、すごい、あ、持ってようか。あ、いいですか、うん、あ、お腹鳴っちゃいましたね。こんな感じで、そう、どう、匂い、あ、すごい、なんか匂いが、うん、甘い匂いでしょ。甘いです。そう、それでそれをこう手と手をこう、はい、擦り合わせて、はい、であとこの辺の耳の下のあたりとかにこうちょっとつけてあげると、あ、すごい、どう、なんか甘くて、はい、うん、なんか女の子、あ、そう、はい、女の子っぽい香りですね。これは赤い瓶じゃないですか、はい、あのこれにリンゴとかザクロとかイチゴとか、はい、女の子が好きな甘い匂いがね、へ、甘い匂いじゃない、甘い実がたくさん入っているんです、はい、だからこれをつけてメイクの仕上げに気分を上げてみようかなと思います、はいはい。